近づくそのゴンザレスの姿がありましたが、ゴンザレスが不服だなと思った判定がもう5球ぐらいありますね。あ、そうですか、はい、これで与えたフォアボールが今日5つ目になりました。当然フォアボールの多さというものは調子のバロメーターで見れば悪い方に分類されてしまうんですが、ちょっとサネマツの方も今日はそういった意味での組み立てでは苦労するところでしょう。今日はスタメンマスクはサネマツです。6月14日交流戦の日本ハム戦以来の久しぶりのスタメンマスクのサネマツです。ワンアウトランナー1塁、足の速いソイギがファーストランナーにいますので、まあ、ただでさえちょっと気になる場面ではあります。ただ両チームともまだヒットはカープ4本、ジャイアンツは1本と、まあ、なかなか連打というようなシーンはここまでこの今日のゲームの中ではありません。一気に畳みかけるようなイニングを作ることができるかどうか。当然守るジャイアンツとしてはここでダブルプレーが取れれば最高の形になります。セカンド古木、ショート坂本、二遊間も狭くします。まあ、ワンアウトで、まあ、4番ですけども、正義足がありますし、はい、カーブからするとなんか仕掛けたいところではありますからねという場面ですよね。ワンエンドワンです。もう一回牽制を送ります。ファーストランナーに足の速いそよぎが出ているこのカープの攻撃、5回です。まあ、1点勝ち越している場面ではありますが、次の1点をどう取っていくかという場面でもあります。一昨年のセリーグの盗塁王でもあるこのそよぎがじりじりとリードを取ります。スタート切ります。サレのセカンド送球はボールこぼれました。ボールこぼれた、ワンバウンドの送球になりましたが、坂本ベースカバー、そよぎ盗塁成功、二塁に進みました。さあ、これでカープ得点圏に進みました。今ゴンザレスもいいクイックしましたけどね、はい、普通に送球できればアウトでしたけどもね。送球ワンバウンドになってベースカバー坂本もそのボールを完全に捉えることはできませんでした。さあ、これで動いてきたカープ、得点圏にそよぎを進めてワンアウト二塁です。高く上がった、ライト高橋が下がって見送りました。上段まで持っていきました4番岩本。今シーズンの第5号は試合の流れを引き寄せる大きなツーランホームラン。エースが投げ、そして4番が大きな一発、ツーランホームランで4対1。大きな一発を長良川のライトスタンド、今バックスクリーンからは噴水も上がりました。この長良川球場名物、このセンターバックスクリーンの噴水も上がる中、4対1とリードを広げました。どうでしょう、当たりとしてはもう完璧に捉えた当たりでした。